様への不従順で罪を犯した人間に神様は恵みの約束を与えました。神様の約束を恵みの約束という理由は、救いはすべて恵みによって与えられたからです。堕落した人間が自分自身の義で救われる道はありません。人間の救いはすべて神様の手にかかっています。神様は女性と蛇の子孫が敵になり、蛇は女性の子孫の足のかかとを噛み、女性の子孫は蛇の頭を打ち殺すと言われました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。ここで子孫は複数の意味があって、蛇の子孫はサタンの役割をする人間、女性の子孫は神様の民を表しています。特に彼はお前の頭を踏み砕きの部分で、彼は単数であってイエス様を意味します。聖書の代表原理によって、アダムの罪で全ての人間が堕落したように、イエス様の従順で人間は救われました。イエス様が女性の子孫として来られた目的は、人間の罪を贖い救うためだけではありませんでした。4つの福音書でイエス様は病気の人を癒され悪魔を追い出しました。さらに十字架での死を復活を通して克服されました。イエス様はサタンが統治する死さえも完全に征服され、人間の救い主になられました。